おはようございます。1月10日水曜日朝6時半の相場解説です。昨日はね、利確して気持ちよく終わって、追撃した分に関しましてはちょっとロスカットになったわけですけども、おかげで今日の方針が、見えてきました。それが上昇見込みってやつですよね。昨日は下落だったわけなんですけども、今日はバイで取っていけるんじゃないかなと思います。そしてこの日足なんですけども、下落トレンドがちょっとね、雰囲気変わりましたね。この強い陽線が3本連続で出たっていうのは、ずっとなかったわけですよ、ここまでね。ですんで何かが起きるんじゃないかなっていうところで、上下のヒゲを出した陽線があって、そして昨日は、ちょっと形崩れましたけども、例のね、この形ができましたね、ローソク足で。もう私説明しませんよ、このローソク足に関しましては。わからない方は個別でご連絡ください。で、この形が出た後が何なのかによって、今後の向かい、風が決まるってことになりますけども、下髭を長く出した陽線になりましたね。下髭を長く出した陽線が出たっていうことは、今後これが上の方に向かうんだよってことを示唆してます。少なくとも下の方に行っても急速に上に引き戻されたっていう形で、この髭が出てますからね。そう考えていくと、上昇の見込み、つまり倍で取っていくんじゃないかな、取れていけるんじゃないかなってことと、もっと長期的に見ると、上昇トレンドが始まるかもしれないなっていうふうに思います。今までの下落トレンド一辺倒とは流れが大きく変わったっていうふうに考える、そんな根拠がね、いくつかこうやって見つかったってことになります。で、4時間の方行ってみますね。4時間は昨日、レンジが出てるんじゃないかなってことをお話しました。で、ここからセルの方に入って、下落を取っていくって形は出たんですけども、十分下に潜る前に上の方に戻ってきましたね。移動平均線にちょうど絡むような形になりました。というところで、このレンジってのは、ちょっと限りが出てきたかなと。別のフォーメーションを考えなくてはいけないなってところなんですけども、4時間でわかるのはそのあたりまでかなっていうところです。昨日のことをまとめますと、これは取れたけども、これはロスカットになったっていうふうなね、そんな一言でまとまるのが、この4時間でわかることかと思いますね。はい。で、肝心な1時間なんですけども、どのようにしていけばよろしいでしょうか。どうでしょうかね。昨日とちょっと似てますよ。乖離が十分進んだんで、移動平均線に今ね、引き付けられているところです。ですんで、移動平均線にぶつかった瞬間に、バイを入れて反発狙いを取っていこうかなっていうところですね。今日のトレードはそんなところです。ですんで、もうちょっと様子を見て、移動平均線と絡み出したら、エントリーする。そんなタイミングでいこうかと思いますね。本日もよろしくお願いします。